さあ後編第1話やっていきましょう。今回は海の家です。うおお、ここがうちらの店になるんやな。ねえねえ、まだ営業開始前ですね。見て見て、結構広いよ。お客さんいっぱい入りそう。お、いいね。うん、もうあ、2人は行っちゃった。こら、戸田さん、店内走り回らない。あの、埃が立っちゃうじゃない。その通りだ。バレてないですね。店内は思ったより広くて安心しました。収容人数が少ないとノルマ達成が難しくなりますから。うん確かに。確か私たちが売り上げ達成してミームーたちが運動会で勝ち残れば海のステージダイブできるんだよね。うん運動会で勝ち残ったけど僕たちがノルマ達成できなくてダイブがお預けなんて絶対嫌だから全力で頑張ろうな。お、子供たち頑張れ。オッケーオッケー。じゃあ結束を、固めるためにまずみんな写真撮れない。ほんと写真好きだな。ちょっと待って、それより営業開始までそんな時間もないし先に担当を決めたり動きを確認しましょう。お、その通りだ店長。ま、それもそっか。じゃあ終わったらね。うん、結局写真を撮るんだ。それじゃあみんな集まってまずはそれぞれの担当を決めましょう。お、店長お願いします。分けるとしたら接客、キッチン、あと呼び込みでしょうか。うん、僕はキッチンがいいですね。うん、そうね、私たちは6人だし1人ずつで分けましょうか。うん、ねえねえ、はいはい。じゃあ私キッチンやりたい。お、じゅんじゅん。分かったわ。キッチンは戸田さんと、それじゃあもう一人丸山さん、あなたお願いしていいかしら。うん、同意します。わかりました。微力ながら精一杯詰めさせていただきます。おお、ありがたい。わーい、お会計とか向いてそうだけどね。わーい、料理上手な茜が相棒になってくれる確認に来たよ。うん、よし、うちは呼び込みやるで。手伝い撤収ってやつや。うん、よし、じゃあ僕も一緒に呼び込みやるよ。体力には自信もあるし。うん、じゃあ私とスキーラジさんが接客担当ね。もういいんじゃないこの二人。うん、もともと接客がいいなって思ったし、ツバは問題ないよ。すみません、こういう役割は決まったわけですが、念のためチームリーダーも決めておいた方がいいと思います。あ、その通りだ。もうこれはもうニコルじゃないの。司令塔はね、ニコルで決まりじゃないですか。うん、カリスマ性はもう中田秀さん並みにありますからね。はい、私はニコルンか茜がいいと思う。2人ともテキパキしてるし。うん、そういうことであればすみませんが私は辞退させてください。なんで、なんで私はキッチンですから店内の様子をすぐに把握できません。うん、その通りだ。じゃあニコルンやな。ニコルンはそれで、うん、分かったわ。構わないわ。やるかには責任を持って語りたいし。店長お願いします。店長さすがニコル、ヒデさんキャリーしてるぞ。うん、と大見え切ったもののアイドルの特訓ばかりで接客はあんまりわからないのよね。おお、でもみんなに不安な姿は見せない。もちろんお客さんにも。あ、これは大事ですよ。リーダーが不安だとこっちも不安になりますからね。これあのね、構え方というか姿勢は素晴らしいです。とにかくこうなったらやるしかないわ。ちょっと目がすごい、この気迫素晴らしいですね。じゃあ各担当ごとに作業の手順や備品の確認をしてちょうだい。よっしゃー、指令が完璧じゃないですか。了解や。ねえねえ、逆にあれだな、呼び込みのあれ備品とかあったっけ。あかね早くキッチン見に行こう。同意します。そうですね、包丁や食器の場所、材料の数を正確に把握しておかないといけません。うん、なあ、プラカードってないのか。もし大きく書けば分かりやすいと思うんだけど。あ、そういうことか。せやな、スタッフさんに確認してみようか。うん、ちょっと。あ、河野さん、東條さん、2人は特に水分補給をこまめにね。それと直射日光には気をつけて。あ、ありがとう。アフターフォローも完璧。ニコルン心配大きに、アイドルとして日焼け専用に気をつけるわ。うん、いいんじゃない。分かってるならいいわ。うん、ヒラリさん、接客の方は声かけをしっかりしていきましょう。いらっしゃいませとか、ありがとうございましたとか。本当に接客やったことないの。これ言われるよ、本当に接客やってると。あとテーブルに番号を振られているみたいだから今のうちに覚えておかないとね。あ、大事大事。さすがにこっち手際いい。よし、頑張って覚えるね。うん、さあ、そういうことで、開店後、海の家を開店しました。
お客さん来ないね。あれ、呼び込みは何をやっているんだ。お客さんゼロじゃないか。まだ始まったばっかりです。仕方ありません。河野さん、東条さんが呼び込みをしてくれているので、私たちはいつでも動けるようにし、しておきましょう。ね、だいたいね、開店当初ってお客さん来ないですかね。だいたい込みのお昼時とかはそういう感じですから。この状態が続くと売り上げがまずいわ。二人とも頑張って。さあ、第2話やっていきましょう。呼び込みに行った2人のお話です。さあ、海、砂浜、これはビーチバレーコートですかね。海水浴をお楽しみの皆さん、海の家7分の22、ただいま営業中やで、お、呼び込みしてますね。焼きそば、かき氷とか、冷たい飲み物も用意してるぞ。てん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 、反応がない。困ったぞ。なあ、ゆうき、これ、ちゃんと宣伝なっとるんやろうか。さっきから全然響いとる感じせんのやけど。なんかこう普通というか反応が薄い気がするな。うん、海の家は海水浴場に行けば大抵あるし、うまいことアピールできへんものかもな。まあいっぱいにあるからね、その中の一つをね、もう同じだし大体、うん、難しいかもね。なんとかして目立つ方法があればいいんだけど。って、あ、ん？なんか転がってきたぞ。あ、ビニール製のサッカーボールやな。一体どこから。あ、サッカー、すみません。お姉さん、あの人なの、あの人のか。よし、私に行こう。よし、私に行った。お姉さん、ありがとうございます。助かりました。うん、気にせんでください。それよりお姉さんたち何しとるん。えらい盛り上がっとるみたいやけど。うん、今サッカーバレーをしてるんですよ。お、マジか。お姉さんたち結構ビーチバレーじゃないの。サッカーバレーって難しいよ。なんだかんだビニール製のものでは。ビーチバレーなんですけど足しか使えないんです。バレー経験者とサッカー経験者がいたんで、この競技には実力が釣り合うかなって。またすごいな。すごいスポーツできる方々なんですね、この方々は。そうか、なるほどなって。ゆうき、ん、うち名案思いついたんやけど。なんだなんだ、あれに参加して活躍するやん。目立ってるんちゃうか。お、ゆうきちゃんの見せ場だ。お、奇遇だな。僕も同じことを考えてた。いいじゃないか。でもどうする、ただ参加するだけじゃ宣伝効果はあんまりいけないぞ。その通りだ。どうする、どう工夫する。ふふ、任しとき、うちに考えがある。お、どんな考えでしょうか。楽しみだね。さあ、で、皆さん、うちだに勝ったら海の家7分の22の豪華割引券をプレゼントします。負けてもお得な割引券やお楽しみ券がもらえるで。だから参加してねってことです。うまいね。いいな。なるほど、考えたな。これなら勝っても負けても海の家に誘導できる。お、いいね。アイドルと遊べるんだ。これはぜひとも参加したい。僕も我ながら勝ちってアイデアだろ。その通りだ。 でも漢字の券は、あ、紙とペンは調達済みや。その場でなんかええ感じの割引券やサービス券を考えてアドリブで発行すればええ。お、いいね。大抵ね、ここで、ああ、紙とペンがないみたいなことになっちゃうけど、そこは大丈夫だって。少し心配な気もするけど、考えてる時間もないもんな。海の家チームのせいでライブに出ないのも嫌だし、よし、その方法で行こう。さあ、始まりました。よっしゃ、それじゃあ試合開始だ。お、頑張っていきましょう。さあ、宣伝効果は出るんでしょう。ほっと、勇気、オッケー、ほらーい。やっ、さあ、足でバンとスパイクを決めていく。よし、まあスパイクというかシュートというかね、よくわかんないけども、サッカーバレーって。やったな、これで3連勝や。強いね。お兄さん、おいおい、なんかすごいことになってるぞ。お、で、ギャラリーが集まってきましたよ。お姉さん、あの子たちさっきから全然ボール落としてない。すごいな。ミヤコもすごいね。ゆうきちゃんの意味かと思ったら、みやこも活躍してる。サンキューサンキュー、みんな大きにって。僕たち7分の22ってグループが今日1日限定で海の家を経営してます。可愛くて愛想のいいアイドルたちが一生懸命接触するでって。それから僕たちに勝てたら、その海の家で使える、超お得な割引券をあげちゃうぞ。ま、今んとこ負けなしだけどな。自信ある人はじゃんじゃん挑んでくれてええでーと。お、そんなことを言ったよね。ギャラリーもね、わーって負けますよ。お兄さん、なんか面白そうだな。ちょっとやってみるか。お、いいね、お兄さん。彼女さんいるんだね。いい活躍見せた。いい感じですよ。いい感じって宣伝できとる。順調やな。うん。だな。でも手を抜いてしないぞ。やらせなしの勝ち勝負だ。いいね。
で、視聴者はそれを求めていますよ、ガチの勝負を。当たり前や、こうなったらいつも勝ち続けたるっていうか、なんか負けるの普通に悔しいし、目指せ前線全勝や。うん、おー